次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が車を運転する恋人の姿を撮影した一枚であるという。一見何の変哲もない写真のように見えるのだが、よくご覧いただきたい。サイドミラーの中に得体の知れないものが映り込んでいるのだが、サイドミラーの中に映る軽トラック、そのフロントガラスに手を当て、じっと運転手を覗き込む何者かの姿が確認できる。そしてその人物の下半身は明らかに消えてしまっている。この軽トラックを運転する者に何かしらの恨みを抱く例なのであろうか。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が自宅でお酒を飲んでいた際、友達を写した一枚である。画面左上から明らかに不自然な足が伸びているのをご確認いただけるだろうか。この写真の撮影時、この場所にこのような人はいなかったというのだが、これは女性の例で、この部屋に何かしらの執着を抱いているのだという。投稿者によると、写真が撮影されたアパートは引っ越した当時からおかしなところがあったのだという。まず家賃が月1万であったこと、また押し入れの天井部分に明らかに不自然なお札が貼ってあったのだという。近所の住人に話を聞いたところ、このアパートでは以前20代の女性が首吊り自殺を図ったというのだが、投稿者の男性はすでにこのアパートを引き払い、今は違う場所に住んでいるということだが、このアパートは今もなお存在するのだという。居酒屋で談笑する2人の男性。異変が起きているのは画面右側、奥のテーブルに座っている男性にご注目いただきたい。異様なほど細長く伸びた霊の手が男性を包み込んでいるかのようである。男性は不気味な手の持ち主である霊に完全に取り憑かれている。何らかの悪影響を及ぼしていることは間違いないだろう。この霊の力は強く、お祓いをする以外に取り払う手段はない。とあるホテルの廃墟で撮影された一枚。暗い室内に日光が差し込んでいる美しい写真であるが、画面右上に注目していただきたい。ここにこちらを見つめる霊の姿が映り込んでいるのである。かつてこの廃墟がホテルであった頃に亡くなった方の霊であろう。廃墟に住む霊は臆病な霊が多く、こうして姿を現す霊は古くからいる霊であることが多いのである。そしてこの霊は驚くべき現象を我々に見せつけた。投稿者が友人に渡すためにこの写真を焼き増ししたところ、奇妙な現象が起こっていたというのである。これが焼き増しした写真である。先ほどの写真と比べると若干霊体も大きくなっており、ゆっくりとこちらへ接近しているのが確認できる。こういったケースは非常に珍しい。霊が威嚇し、おそらくこの写真に念を送ったためこの現象が起きていると考えられる。いずれにせよ危険な写真であるため、投稿者はこの廃墟で撮った全ての写真を処分した方がいいだろう。
今は亡きとある料亭での写真。財界人たちの豪遊場所として有名であったが、ある時からパタリと客足が途絶えてしまったという。それはここに財界人たちの接待を常に監視する者がいたからであろうか。友人たちと鍋を囲んだ時に撮られた何気ない一枚、ここに写っている一人の人物にご注目いただきたい。この人物はこの写真が撮られた後、顔に不気味な吹き出物ができたという。この写真と何か関係があるのだろうか。とある大学のサークルの集合写真、よく写真をご覧いただきたい。何かがおかしい。彼の右手はまだ無事であるというのだが、古き良き情緒あふれる街並み、情緒に浸っている場合ではない。さらにもう一体、我が国の町の歴史、それは我が国の霊魂の歴史でもある。この写真には我々が全て確認できないほど無数の霊魂がさまよっている。